この動物は何だかわかりますか？そう、コウモリです。飼育員さんが広げているのは翼です。翼がありますが、コウモリは鳥ではありません。赤ちゃんをお乳で育てる哺乳類の仲間です。コウモリには不思議なことがいっぱい。それでは野市動物公園のコウモリのお話をしましょう。野市動物公園のコウモリ舎は日本一広い展示場です。エジプトルーセットオオコウモリが200頭以上住んでいます。コウモリは夜に活動するので皆さんに見てもらうためコウモリ舎の中は夜の世界です。展示場に入ったらしばらくじっとしていてくださいね。目が慣れてきたらほら見えてきますよ。野市動物公園では毎年たくさんの赤ちゃんが生まれます。エジプトルーセットオオコウモリの赤ちゃんは生まれた時には歯が生えているのですぐにお母さんのおっぱいに噛みつきます。おっぱいはお母さんの脇の下に一つずつあって、お母さんは赤ちゃんをずっと抱いておっぱいで育てます。赤ちゃんが一人で壁につかまれるようになるまでお母さんは赤ちゃんを抱いて育てます。餌を探しに行く時もほらこうやってお出かけです。赤ちゃんはしっかりお母さんに捕まっていますよ。コウモリは洞窟の天井に逆さにぶら下がっています。頭に血が上らないかって？それは大丈夫。体温を下げて血管を縮めて頭に血が上らないようにしているからです。うんちをするときはどうするのでしょう？親指のかぎ爪で捕まってお尻を下にして上手にうんちをしますよ。コウモリは何を食べているのでしょう？コウモリは食べ物で3つの種類に分かれます。コウモリの多くは昆虫を食べる種類が多いです。血を吸う吸血コウモリは世界に少ししかいなくて、皮膚に傷をつけて血を舐めます。フルーツを食べるコウモリはフルーツバットと呼ばれています。野市動物公園のエジプトルーセットオオコウモリはフルーツを食べるコウモリです。野市動物公園のオオコウモリが食べているものです。リンゴ、バナナ、オレンジ、パン、蒸したさつまいもとペレットを食べています。展示場では下に降りてきて食べる様子が見られます。野市動物公園にはもう一種類コウモリがいます。インドオオコウモリが1頭、名前は大森さんです。やはりフルーツを食べています。ただし年を取ったので展示場には出ていません。これでコウモリのお話を終わります。